タイラー・アカシデンは、北宋の人宗皇帝の頃に改修で起こった、王族の反乱に基づく長編の白和小説。早くて、壮大、遅くとも現代には公爵士の題材となっていたと考えられ、秋夜には、ラカンが20回本の山水・タイラー・アカシデンを編纂し、後に、民末の文人、氷夢流が山水・タイラー・アカシデンに、ここビジの伝承や急転、 原料の転承をめぐるエピソードを加えた40回本、山水北総平綾香か伝を表した。日本でも、皆川慶二や滝沢馬琴といった、江戸の構図家たちに愛好されており、中でも滝沢馬琴は深く傾倒し、20回本をもとに、山水平綾香か伝国は座標を記している。平綾香か伝は、実話ではない。しかし、総史に、 歴史的事実である喜び歴7年に改修において王族によって先導された66日間の革命が記録されている。実際に40回本、山水北総タイラー伝にこの事件を基づいた回が多く見られる。秋尾の羅漢中を作者とする山水タイラー伝が最古のテキストであるが、真に羅漢中の作であるかは定かではない。内容に関しても、 点挙費都否定に40回本の部に不十分な序実と急激な展開を指摘されている。第1回で登場する美女の絵とそれを手にした同志の正体、絵と小久指示の関連性、と目留十めの正体などの問題は解決されず、かつ多くの登場人物の結末が曖昧で、半然としないまま物語が終わっている。これに、民末の表夢流が、ここ美女の伝承や宮展、 原料の転生をめぐるエピソードを付け加え整えたものが、山水北総大蘭やか市伝であり、現在の通行本である。日本でも江戸時代以降親しまれ、普及されている。ストーリーの詳細については、内容を参照。登場人物については主な登場人物を参照。40回本の内容に基づいて解説する。先に述べた通り、ラカンチュ編纂したとされる20回本。 山水平屋家子伝に、京ゆ流が内容を付け加えた40回本、山水北宋平屋家子伝が現代において通行本とされているが、日本に平屋家子伝が伝わったのは江戸時代である。特に滝沢馬琴の功績が大きい。平屋屋家子伝という言葉が初めて使用されたのは、天保3年7月1日付と野村氏の際に当てた馬琴書館中である。 滝沢馬琴は最初と野村氏の際のもとにあった40回本の写本を釈乱したいという胸であったが、すでに売却済みで叶なわなかった。氏の際はこれに対し、大筋を書いたタイラーやカシ略でを馬琴に送った。ここで初めて馬琴はタイラーやカシの大略を知ったと言えよう。次に11月26日付の氏の際に宛てた書簡によると、馬琴自身が 天保3年に大阪の書士、河内や茂平から40回本を買い取るも、全8冊中2冊が欠けている、不完全なものであった。12月に送った、小津から、窓宛ての書簡には、原本である20回本を読みたいという胸が、綴られていることからも、馬金の強い願望が伺える。その後天保四年に一月九日、ついに、小津から窓の協力を得て二十回本を入手したので、 ある。以降13日までに独了し、14日には、桂窓宛に略表を書き、天保4年3月には、水平やかし伝略表を送ったという。これを借りた、木村木郎は、自らしたためた、平やかし伝表を送るも、その内容は、登場人物は皆悪人であるというもので、馬金の文学館とは大きく異なった。滝沢馬金の文学館は、 完全懲悪的と言われている。タイラーや伝全文の比率から見ても、青州止め十止や長地、左術などのあやかし人が主要人物と言えるだろうが、滝沢馬琴は完全超悪的施策を深め、王族の反乱という史実を題材としているならば、主人公は王族となるべきと捉えた。春秋時代、妖術を得た白煙の化身である、猿光は女神宮殿。 原女の弟子となり、玉帝によって、天井の秘書の管理人に任ぜられるも、任された書の中から、36の天皇大変法と72の地小変法が記された、悲殺、如意札を盗み出し、その内容を、家壊の白運動の石壁にすべて刻んでしまう。この件が、天庭に知れたため、炎孔は、裁判にかけられ以後、悲殺の内容が人目につかぬ、よう。 一人白運動の石壁の番をすることになる。そうの時代、聖州止め舟止めという一匹の母狐が、オス狐のコチュツジ、メギツネのココビジの二匹の子供と三匹で、岩門参家の大きなホラー穴に住んでいた。ある時、長一という漁師に人間に変化する瞬間を見られて、コチュツジが足を矢でいられてしまう。コチュツジの傷を治すため聖州止め舟止めは老婆に化け、 どんな病でも一発で言い当て直してしまうという意志、玄半戦のもとを訪れ、薬と死を尋ね道を尋ねよという言葉をもらう。骨出躇は薬のおかげで生き延びたが、後遺症が残りびっことなったために左耳と呼ばれる。その後三匹は玄半戦の言葉に従って、道を求めるために最強を目指し始めたが、骨出躇はびっこのためを思うように進めず、準備が整うまで。 天文参加の石王病で同志となることとなった。青州止め十止めは、ココビジと二匹で旅を続けるも、途中で、側天武功に出会い、側天武功とココビジは、深い因縁関係にあり、来世でも二人は結ばれる運命にあるという真実を告げられる。しかし、側天武功との会談が終わってみると、ココビジの姿は、どこにもなく、二匹は離れ離れになってしまったのである。 同時期、タンシオ子ショウと呼ばれる卵から生まれた層が、円鉱が番号している石壁を訪れ、悲札の内容を一部でに入れることに成功する。しかし文字が解読できなかった、タンシオ子ショウは青春とめじゅうとめのもとへ行き、共に、この悲札を読み解いていった。解読のために青春とめじゅうとめから戻ってくるように、連絡を受けた古虫辻は、検問参加の石王病を、 こっそりと抜け出し、清舟とめ絨とめと再会し、端子を章とも力を合わせて三人で妖術の修行に励んだ。一方、清舟とめ絨とめの娘である、ココビジは、かつて側転、武功の愛人だった男、長六郎の生まれ変わりであった。ココビジは、旅中に突風にさらわれ母と別れ別れになり、同志張り乱の世話になっていたが、大使の妃選びに偶然居合わせる。 催淫作用を持つ、唾を使って、惑わそうとするも失敗し、関清志に殺され、後に、東京海夫婦の七夜子広氏の一人娘子、久志じとして転生する。美しく才女であったが、前世の記憶は持ち合わせていない。ここ美人の転生を知った清修とめ十とめは、小久志じを見定めるために長寺の家をわざと燃やし、貧しくなったところに老婆に化けて、会いに行く。 問答の末、小久寺の情け深い親切心に触れて、清州留め留めは仲間に引き入れようと、如意悲札を渡し、妖術を教える。父親からも、世間からもあやかし人と疎まれた、小久寺は清州留め留めたちに合流するのであった。その後、清州留め留め一行は、海州へと移り、王族と出会う。清州留め留めに、海州の知事は悪事に手を染めている。 王族が派遣を収めるべきと言われた、王族は小久しじと結婚し、陽子やあやかし人たちによる反乱軍が誕生した。さてその頃、海州の悪徳知事が兵士たちに法力を支給しない、出来事が起こった。王族たちは妖術で兵士たちに米と銭を与えたが、このうち左術が用意した米と、占い基地が用意した線が、海州の倉庫から盗んだものだったため、 知事は怒り、王族を投獄する。捕まった王族を助けるべく、動き出したあやかし人たちは兵士たちを味方につけ、王族を救い知事を倒すのだった。王族は、海州の支配者となるが、今度は、斧が暴君となってしまう。この謀反は都に伝えられ、人相皇帝によって、王族討伐の命が下される。かくして、天上の悲惨の力を得たあやかし人たちは妖術を、 駆使して討伐軍と戦う。朝廷が鎮圧に向けて動き出した頃、円孔の持ち出した如意札が要因ということから、展開からも、急転原尿と円孔が事態の鎮静化に当たることとなった。朝廷に展開が加勢したことにより、王族たちは窮地に追い詰められる。奥の手として聖衆止め重とめが一撃必殺とされる神権を山奥に取りに行くも、急転。 原女の化けた娘に騙されて、真剣を取られてしまう。と目留十留,留は降伏し、古執事と中寺は雷に撃たれて死に、反乱軍は鎮圧された。ありがとうございます。